はい、4月15日、6時30分の相場解説になりますけども、ちょっと待ってくださいね。これは、夕べです。4月14日の22時の相場をスクリーンショットしたものですけども、昨日の朝の時点でどういう風な形になっているかというと、ちょっと赤で引きますね。昨日の朝の時点ではですね、ここに N があって、で、こういう風に下がっていったわけなんですけども、もう一回ここで N が来るんではないかなってことを申し上げていたと思います。まあ、正確にはですね、N じゃなくて、ちょっと形が M みたいになってですね、一回下がってまた上に上がって、まあ、ネックラインがここになってですね。で、一回上に上がって、W の右辺が強いのをまるで、逆さにしたような形が現れて、下の方にずっと行ったということなんで、おおむねですね、下の方に向かっていったのは向かっていきました。ドンドンと来て、こういう風な形で行ったわけですよね。ちょっと見にくいですね。こうですね。N を書いて、もう一回 N 書くと思ったら、M を書いて、下に行くという形ですね。これは今回初めて相場解説でね、お出しするわけなんですけども、一つインプットしておきたいのは、N を描くような形の、細かく見たら M みたいなのも、まああるんだよってことですよね。これちょっと覚えておきましょう。それではですね、いつも通り相場解説の方に変わっていきます。デイリーです。デイリーの方を見ていくと何がわかるかというと、ここのボラティリティ超えて大きいですよね。次のボラティリティはここね、ちょっとちっちゃくなったわけですよ。このここね、これでしょ。で、次のボラティリティはここ、はい、ということで、だんだんちっちゃくなっていますよね。最初ね、これだけの範囲が動いてたんですけども、次は、この範囲の動きに変わってきて、次は、この範囲の動きに変わってきたと。だんだん収束してるよってことが、ここで言えるのかなと思うんですよ。こういうふうな、ね、感じでね。どんどんちっちゃくなってますよね。いつもと同じですけども、ちっちゃくなった後はまたブレイクが待ってますから、そんなすぐにはブレイクしませんけどもね、ちょっと心づもりしておきましょう。で、4時間の方見ていきます。4時間でポイントはですね、ここですね。ここの力点。ここに当たったら、この線に当たったら上の方に行ってたわけですよ。で、これがまた、ここに触れてきたわけですよね。ということは、これからなんですけども、ずっとね、下がってきたわけなんですけども、ここを跳ね返って上の方に行く可能性が強いと。3度目の上昇ですよね。1回目、2回目、3回目と。もしくは、この、セルのね、売りの勢いが強くて、今回は突き破っていくかもしれないよということになってきます。これがですね、106円の810あたりで、そうなるんではないかなと思いますよね。折しもここにも N があってですね、ここね、こういうふうになった時に、やっぱりここが関わってるんですよね。さあ、こういうふうに見ると4時間っていうのもかなり整理できたんではないかなと思います。はい。それで改めて1時間の方を見てみます。これが現在の1時間足ですけども、先ほど申し上げたように、この100日移動平均線が下の方に行くと。で、この3本の移動平均線が下の方に下がっているでしょ。で、ここが横ばいだったというところです。で、強いて言えば下に行くんじゃないのって言ったら、大きく下に行って、で、昨日の時点ですけども、昨日の相場解説の時に N を書いたよと。で、もう一回 N を書くよって言ったところで、まあ、N ではなくて M だったんですけども、やっぱり大きく下に下がってね、しっかりと、この、テイクプロフィットのチャンスが来たということです。これはもう大丈夫ですよね。もう取れてますよね、ここは。ここは取れといてくださいよ、ここは。ここはね。この N は、後で気づいてもいいんですよ。後で気づいても。で、N が来たということはもう一回 N が来るんだよってことで、この上昇をかましたときに、もうね、売りの体勢に入ってないといけないと。で、この少なくともこのネックラインを割って下に下がったときにはもう、セルで取ってないと、もう取るとこないですからね。ここ N とかね、今回初めて M が出ましたけども、基本的にはこれも N なんですよ。こういうふうにね。で、N で取らないともう取るとこないですからね。まあ、ダブルトップとかもあるんですけども、しばらく出てないですから、こういうふうな小刻みなね、波動で取っていかないといけない。波動ですよ。波動っていうのは常にこういうふうにギザギザして、下の方に向かったり、ギザギザして、上の方向かって、必ず N が出ますからね、N が。
ね、こう N が必ず出るわけですよ。ということで N をしっかりと意識して取っていきましょう。もう今週もね取れてるわけですから、こうやって、これから N が出るかどうかわかんないですけどもね、これからなんで N が出るかどうかわかんないかっていうと、先ほど申し上げたようにこれ4時間に戻りますけども、ここです。一つのね大きなポイントを迎えてるわけですよ。小刻みな N を取りに行くところではなくて、大きな力点を今ね触ろうとしてますからね。では本日は以上です。